こんにちは、チューフの三浦です。今日はこの盾を使って甥っ子姪っ子たちの投げるボールを完全に防ぎたいと思います。それでは始めます。今日は負けましたけれども、次頑張りたいと思います。ありがとうございました。